遊郭さんという会社のセクハラ調査で解雇裁判について、私が遊郭さんに若干批判的な動画を投稿したところ、同社が名誉毀損として、YouTube 運営に法的な申し立てを行い、動画がブロックされました。改めて過去動画を見返してみましたが、特に問題のない内容だったと思います。YouTube 運営の基準はガバガバですが、プラットフォームを借りている以上は、ある程度は仕方ないという認識です。そもそもの話、動画がブロックされたというだけで、遊郭さんが私に対して裁判を起こすかどうかは、現時点では全く不明なのでご了承ください。遊郭さんの主張する名誉毀損についてですが、あの動画に対して裁判を起こされても私が負ける可能性はおそらく低いと思います。公共性の利害に関する事実、目的の公益性、適視した事実の真実性、あの動画はこの3点を満たしているため、名誉毀損罪では罰せられないと考えています。公共の利益に関する事実とは、政治家や公職、企業の幹部などの汚職問題などがこれに当たります。この手の問題は公共の利益につながるため、取り上げることが可能です。つまりあの動画はこの範疇となります。目的の公益性は、情報を公開することで、社会の利益につながる場合です。支援のみで糾弾する場合はこれに該当しません。ただし支援を兼ねていても認められるケースもあります。遊郭さんに関する情報を拡散することで、これから入社しようと思っている人にとって、役に立つ情報を共有することができますし、大企業の実態を多くの人が知ることは、社会全体の利益につながります。適視した事実の真実性については、セクハラを調査したら解雇された元社員本人が、証言している記事などをもとに、私はあの動画を作っています。元社員の言っていることが 100% 真実、とは限らないものの、遊郭さんの言い分と照らし合わせた結果、元社員の言い分の方に利があると判断しました。また 100% 真実と証明できなくても、信じるに足る相当な理由があれば、犯罪の故意がなく名誉毀損罪が存在しない、という判例が過去にあります。以上の点からおそらく私は負けないと思います。また仮に私が敗訴したとしても、裁判を動画のネタにして売名することによって、裁判費用は余裕で稼ぐことができます。多めに見積もっても私が支払う金額は、100万から200万円ほどです。この金額であれば一括で払えます。中井戸様から法廷オフのお誘いを受けた時は、大手まとめブログなどに掲載されたことで、私のチャンネルの動画すべてが爆発的に再生されました。あの時は動画が10本くらいしかありませんでした。しかし現在では400本以上あるので、大手まとめブログに掲載された場合、400本の過去動画が全て再生されるようになって、めちゃくちゃ美味しいことになります。私はあの有名な中井戸様とバトルしたことがあるので、レイヤという名前だけ知っている人も多いはずです。5チャンネルのスレが伸びればワンチャンあるでしょう。大手まとめブログで拡散されることによって、私の利益につながることはもちろん、遊郭さんのセクハラ調査で解雇裁判を、もっと多くの人に知ってもらうことができます。最近は報道機関がニュースの切り抜き動画を、YouTube に投稿することが多いです。しかし現時点で YouTube に上がっている、この件の動画は TBS の動画1本だけです。遊郭さんは CM をかなり売っているので、大手メディアは大々的に取り上げないのでしょうか？そもそもマスコミがちゃんと役割を果たしていれば、私があんな動画を作る必要などありませんでした。そういう意味でもこの件について広めることは、公益性が高いです。なので遊郭さん様、お願いします。裁判してください。何でもしますから、また現社員、元社員の方、万が一社内で不正があれば、どんどん内部告発していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。